はい、プレチャンネルです。今日はヤマタヌキの水中映像を撮ってみたいと思います。ただ普通に撮っても面白くないんで少し改造しながらスタートじゃ。まずは1個取り出す。それから溝が入っている側の上から尻尾をまず切ります。まっすぐ、よいしょ。はい、これがまず1個目のバージョン、ヤマタヌキの尻尾部分だけ半分にする。で、もう一個が動画にも出しましたけど、ハーフヤマタヌキ二枚おろしです。これもまた溝がある方でカットしていく。半身見えるかな。これがまたもう一個のバージョンで後から水中映像を撮ります。じゃあこのノーマルと尻尾だけカットしたのと半身のヤマタヌキで水中映像行ってみたいと思います。